上原明は、日本の政治家。元沖縄県糸満市長。県内旧市の保守系市長で構成された、市長連合、チーム沖縄のメンバー。沖縄県糸満市出身。糸満高校を経て、1974年3月、東京大学経済学部卒業。同年4月、沖縄県庁に入庁。2009年4月。 沖縄県信用保障協会の専務理事に就任。2013年6月から2015年6月まで、那覇空港ビルディング株式会社の非常勤会長を務めた。2015年11月26日、糸満市長選挙に出馬する意向を表明。2016年6月5日に行われた市長選挙に自由民主党と大阪維新の会の推薦を受けて、無所属で出馬。 現職の上原博恒を破り初当選した。7月6日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数44,699人、最終投票率 59.42%2020 年、再選を目指して自民党、公明党の推薦を受けて市長選に立候補するが、全市長や、 元市長らから支援を受けている前市議の東明申営に破れ落選した。当日有権者数47,087人、最終投票率54.56%。ありがとうございます。